くそ。もう、コーキー、そんなに怒らないで。だって、ウィンナーコーヒーと言ったら、コーヒーに生クリームが乗ってるやつだと思うだろ？日本じゃそうなんだから。それは日本だけの呼び方。ウィンナーコーヒーって言ったら、このウィーンではカプチーノが出てくるのよ。それなのにコーキーってば、カプチーノが出てきたら。ああ、すいませんでしたね。ノーノーと必死で抗議しちゃいましたよ。日本のウィンナーコーヒーが飲みたいなら、フランチスカーナと頼めばこうしてちゃんと出てくるわ。俺がウィーンに来て数日後、ここはウィーンで最もにぎわうケルントナー通りのオープンカフェ。たった今そのカフェで俺は目いっぱい恥をかいたところだ。そして俺の横ではアーシェが俺の飲みたかったウィンナーコーヒー、もといフランチスカーカーナーを美味しそうに飲んでいる。知ってるなら俺にも教えてくれればよかったろう。だって店員さんとやりとりしてるコーキが可愛かったんだもん。男に向かって可愛いとか言うな。あら、いいじゃない。さっきのは可愛いコーキで、私を取り戻しに来た時はかっこいいコーキ、その全部が私は好きよ。どうしたの？もしかして照れてる？うるさい。あ、私の生クリームを食べた。半分は残しておいてやっただろ。食べ物の恨みは恐ろしいんだからね。わかったわかった。またミヒロの手料理を持ってくるから。あ、そうよね。コーキは日本に戻らないといけないのよね。寂しいか？そんなの寂しいに決まってるじゃない。やけに素直じゃないか。うん、もうコーキには強がったりはしない。そうか。アーシェの素直な言葉に俺は心が温まる。そして決めていたことを打ち明けた。なら再来年の春まで待っててくれないか？え？学園を卒業したら俺もウィーンに来る。ウィーンの大学に入学するよ。コーキ、アーシェと再会して決めたこと。やはり俺はアーシェと離れ離れにはなりたくない。アーシェも同じ気持ちだということは、この数日間を一緒に過ごしていて間違いないと感じている。俺にとってアーシェは必要な存在、そしてアーシェにとっても俺は必要な存在だ。俺はアーシェがそばにいてくれたら面白い原稿が書けるし、アーシェは俺がそばにいたらいい曲を作ることができる。それなら私が日本に。それはダメだ。作曲の才能を伸ばすならウィーンで今の先生のもとで勉強した方がいい。でも漫画の連載はどうするの？漫画の原稿ならウィーンでも書ける。書いた原稿はメールで送ればいいし、ネットツールを使えばカメラ付きで打ち合わせができる。このことは高塚さんには相談済みだ。トアは？コーキがウィーンに来ちゃったらトアは一人になっちゃうわよ。ああ、そのことか。俺はスマホをアーシェに渡す。それはトアからアーシェに聞かせるために送ってきた音声付きメール。私も王水を卒業したらウィーンに行くからよろ。お兄ちゃんがいない間はミヒロに世話してもらうから、私のことは気にしないでいいよ。これからもよろしくね、お姉ちゃん。どうした？トアにお姉ちゃんって言われるといろいろな意味で強烈ね。コーキがシスコンになるのも無理ないわ。そうか。けどそういうわけだから俺がウィーンに来るよ。でもそうなるためには俺が学園を卒業するまでアーシェには待っててほしいんだ。そう、俺とアーシェが一緒になる方法。それは俺がウィーンに来ればいい。というよりそれしか方法はない。けど俺はまだ学生の身。ウィーンに来るには再来年の春を待たなければならないし、その間はアーシェに我慢してもらわないといけない。それが唯一の気がかりだったのだが。うん、待てるわ。本当に大丈夫か？再来年の春って言われると長く感じるけど、正確には15ヶ月間でしょ。それくらいなら頑張って待てるわ。それに後期だったら私のために春休み、ゴールデンウィーク、夏休みには会いに来てくれると思うし。
こっちの大学に入学するための勉強も必要だし、そもそも旅費が。私もう後期には強がらないから、してほしいことはしてほしいってちゃんと言うね。後期来てくれないの？う、そこでどうしてそういう顔するかな。そんな顔したらされたら断るに断れないだろうが。わかった、長期休みには必ず会いに来るよ。うん、待ってるわ。その代わりドイツ語を教えてくれよ。任せて、受験するまでには政府公認のドイツ語能力検定試験に合格させてみせるから。差し当たってメールのやり取り、電話は全部ドイツ語にした方がいいわね。普段の会話もドイツ語にしようかしら。げ、やれやれ、ドイツ語の勉強か。こっちに住むならアパートも決めないとね。ねえ、シェーンブルン宮殿に住んだらどう？シェーンブルン宮殿って世界遺産だよな。そんなとこに住めるわけないだろう。そんなことないわ。あの宮殿は一般にも貸し出してて、家賃は日本円で4万円ほどらしいわよ。宮殿がそんなに安いのかよ。ただし中心地からは少し離れてるから買い物とかは不便だけどね。それに大きな庭園を通り抜けないと外に出られないから、それだけで5分以上かかるかも。あ、ちなみにその庭園も世界遺産よ。そのスケールの大きさと家賃の価格とのアンバランスさは何なんだ。ねえ、そうしなさいよ。後期が宮殿に住んだらクラスの子たちに自慢しちゃうわ。でもアーシェの家は遠いんだろ。会いたいときすぐに会えなくてもいいのか。あ、それは嫌かも。うん、後期は彼氏なんだから、私のアパートの近くに住みなさい。彼氏か。俺が来るまで浮気とかするなよ。おあいにくさま。作曲家はほとんどの学生が女子で、出会いなんてないし、そもそも毎日の課題で遊んでる暇なんてないわ。浮気って言うなら後期の方が心配だわ。俺がするわけないだろ。本当？こんなにわがまま言ってるのに。あ、アーシェのわがままならいくらでも付き合うよ。言ったわね。じゃあ早速、今日は買い物に付き合うこと。買い物？カウルコ先輩、とはミヒロからウィーンのお土産を買ってくるようアプリで連絡が来てるわ。あ、岩隈先生はウィーンのナイスガイを一人だって。いや、それは無理だろ。じゃあ実力でどうにかしてくださいって返事しておくわ。アーシェみたいにか。さ、イブの日にハートを奪いに来てくれる優しいナイト様は自分で見つけてくださいってね、コウキ。ん？見ててね。私絶対にみんなを喜ばすことのできるような作曲家になるから。だから私の一番そばでそうなるのを見ていてね。アーシェ、あ、わかった。一番そばでアーシェの才能が花開くのを見てるよ。ありがとう、コウキ。イヒリプティ。今のドイツ語か？どういう意味だよ。ないしょ。早速ドイツ語の勉強よ。意味が知りたかったら自分で調べることを。ほら、もたもたしないで買い物に行くわよ。おい、ちょっと待ってくれよ。あ、やれやれ、わがままでハイスペックな彼女か。でもそんな彼女に振り回されるのもいいかもしれない。だって俺の横でこんなにも可愛い笑顔でいてくれるんだから。わがままハイスペック。あー、終わったー。あー、パチ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 。あー、はい、てなわけでこれにてアーシェルート、まあすべて、ほぼほぼすべて終わりでございます。はい、まあね、あの実はね、これおまけもあるんだけど、まあおまけはいわゆるそのね、あの追加のなんかそういうシーンなんだけど、どうかな、そこはね、一応ね、その前のちょっとしたその
普段のパートもあるんだけど、そこをやるかはちょっと分かんないですもしかしたら一回その次のパートそこが挟まるかもしんないけど、まあ、とりあえずこれにて全て終わりでございます。はあ、どうでしたか、アーシェルート。いやマジでもうさ、いや本当にさ、文化祭が終わってから、まあ、演劇の話が出るまでの間はなんかこうおいおいおいお二人さんって感じだったし、なんかこうね、ちょっとずつアーシェがこう気になり始めてる感がすごい伝わってきて、すごいね、おいいねいいねって感じだったけど、こう演劇が始まってからはなんかこうより一層ね、こう後期がなんか後期の頼れるところっていうかね、そういう部分も見ながら、それはそれとしてこうそれになんかなんて言うんだろうね、引っ張られるようにアーシェのね音楽の作曲の才能も開花していったと言うべきでしょうか。でまあその先ね、まあさらに演劇のね、まあピンチヒッターというかヘルプまでやってね、アーシェが、いやー本当にね、なんか濃い夏前だったよね。でそっから7月入って、まあ演劇終わってね、お二人付き合うようになってからはなんだかんだでこういろいろねありつつも、なんかこう忙しくしつつもさ、こう生徒会だったり、まあテストだったり、まあ後期の宿題だったり、まあ漫画だったりでね、いろいろあったけど、そんな中でね、合間を見ながらこう二人で会ったり、デート行ったりね、そういうなんかこう、時間を見つけてっていうところがさ、なんかこう、普通の学生とは違ってこうね、なんかちょっとやっぱ後期が割とこう、漫画を描いてるという仕事をしているっていう部分もあったから、ちょっとなんかね、反社会人みたいなところがあったから、反社会人って言うとなんか反社な、なんか言い方がおかしいけど、まあ半分ね、大人な感じの仕事もしてたから、なんかこう、そういうのはね、なんか大人になってから見ると改めてこう、ああ、時間を見つけるって難しいよねって思いつつね、なんか学生の視点からだけだとさ、なんかこう、そんなに難しいのかなって思うけどさ、やっぱ時間を見つけるって難しいことじゃん。だからなんかこう、それでもなんかこう、デートしようって誘ったり、時間をね作って会おうとするっていうのはやっぱいいよね、そういうのが、そういう関係って。でまあね、その後の夏終わりから、まあ、約2ヶ月くらいのね、まあちょっとまあ離縁中といいますか、まあ2人が離れ離れの時がまあ結構長かったですけども、いやまあね、いやもうほんとね、これはね何回も言ってるんだけど、まあこの我が輩をね、当時買った時やって、最初にやったのが確かアーシェルートだったんだよ、その時も俺がやったの。マジでさ、もうその辺り入った時さ、うおーってなったもんね。マジで別れるのってマジでね、本当にね、後期も言ってたけど心臓つかまれるくらいのなんかうおーって衝撃が走ったもん。しかももうなんかもう辛かった、本当に見てて辛いし、今回の場合、俺は、こう、後期のさ、セリフとかさ、まあ、字の文も読んでるわけじゃん。だからさ、余計になんか、うわぁ、後期、うわぁってなった。そらなんかさ、なんかこう、他のことに打ち込むというかさ、なんかこう、もう、やけになるじゃないけど、こう、もう、何かしてないとやってらんねえよっていうのは、そらそうなっちゃうよなっていう気もちょっとはしちゃうよね。まあ、もちろんそれで人に心配かけちゃダメっていうのはもちろんなんだけど、でもなんかこう、その気持ちがやっぱやっててわかるよね、なんかこう実際に。でまあそして最後のね、ウィーンに行って、まあ本当にね、なんかこうなんかさ、なかなかさ、こういう作品でさ、こう一人のルートに入ったら基本はその一人のルートのそのメインのヒロインだけがさ、こう目立ってさ、あんまりこう周りのそのそれ以外のヒロインってさ関わってこないって結構あるんですけど、なんかこう本当になんか、まあもちろんやっぱ妹のトワワを筆頭に、会長だったりミヒロとかね、本当にいろんなキャラクターが関わって手助けしてくれたおかげでこうこのラストに迎えたっていうのがさ、まあそれこそ院長もそうだよ、院長もだしさ、なんだかんだでこう本当にいろんな人に助けられながら進んだストーリーだったなって本当に思うんだよね。だからなんか、いやあったけえなーって思いながら本当にね、もうこんななんかもうあったかすぎて
それも涙泣きそうになったしさ。いやだからなんか本当にね、最後最後の最後でこうアーシェが、まあ基本ツンデレっぽい感じだからさ、最後の最後素直になった、より一層素直になったことがなんかこう嬉しいよね。いやー本当にな、ね、わがままでハイスペックなんですよ皆さん。でもまあ可愛いよね。でもはあ、もうなんか胸もいっぱい、お腹もいっぱい、今日は何も食べずに3日くらいいけそうみたいな感じのなんか体調になりましたけども。まあね、この辺でね、アーシェルートは締めさせていただこうかな。まあ次回から、まあ明日以降ですね、また新しいルートに目指して進んでいこうとは思うのですが、まあどうしようかなって感じなんですね。そのまあ今までの今まで他の作品とかでもそうだったんですけど、まあ、選択肢の部分を見ながら進んでいくっていうのはあったんですけど、まあ、まあ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 、その関係するところと見てない方の選択肢を見ながらちょっと進んでいこうかなとは思ってます。で、まあ、次誰のルート行こうかなってところですよね。いやー難しい。いやなんかこうアーシェルートを見た後だとさ、ほんと3人ともが三者三様、めちゃめちゃなんかいい、なんかこうなんて言うんだろう、アーシェ視点でこうなんかこうそれぞれの才能のことについても触れてたから、なんかこうより一層さ、誰のルートに行こうかすげえ今迷ってる。いやーまあ会長に行くのか、みひろに行くのか、それともトアのルートに行くのか、まあそれはねちょっとまだ次回まで考えようかなと思うので、まあ今はちょっとまだ保留とさせてください。まあ明日には分かると思いますが、まあ正直誰のルートに行くかはマジでね悩んでるから、まあその時はね、ぜひぜひ次のルートもね楽しみにしていただければなと思います。そしてね、まあ最後までお付き合いいただけると本当に嬉しいので、まあね、このもちろんアーシェルートを最後まで見てくれた方はぜひぜひこの続きも見ていただいてほしいし、まあね、ここだけ見れる人はそうそういないと思うけど、まあ、ぜひぜひ、アーシェルートもね、もう一度ちょっと、なんかこう、あのシーンちょっと見たいなとか思ったらね、ぜひぜひ振り返っていただきさ、結構振り返る感じのさ、シーン結構多かったじゃん。なんかこう、あれを見るとさ、こういろんなところにいろいろ、こう散りばめてたんだなっていうのが改めて思うよね、アーシェルート。だから、それぞれのシーンを改めてその視点で見てもらうと、あ、これがここの話か、みたいな感じでね。ちょっと思い出に浸ってください。それがある意味漫画、後期の書いたね、60ページの漫画を見るのと同じような感覚になると思うので、ぜひぜひ、何度でも見てください。何度でも見てくださいって別に視聴回数稼いでるわけじゃないですよ。まあね、気が向いた時にまたアーシェのルートを振り返りたいなと思います。てなわけで、今回のわがままハイスペックアーシェルートはこれにて終わりにしたいと思います。今回もご視聴していただきありがとうございます。ぜひぜひ他のルートでもまたやっていきますのでよろしくお願いいたします。てなわけで今回はここまで、バイバイ。別に待ってるわけじゃないけど、また来なさいよね、約束よ。